おはようございます。これね、まあこんな感じ、イスタンブールのねタクシム広場っていうメイン広場にいるんですけど、まあね、とりあえずトルコにね 3,4 週間ぐらいいた、私のねこの現時点でのどんな感じなのっていうのをお伝えできればいいかなというふうに思うんですけど、まずねインフレすごいです、はい。なんか1週間前と同じものの値段がね、まあ10、まあ日本円でいうと50円ぐらいこう簡単に変わっていく世界だなというふうに思います。で、物価的にも全体的に高いです、はい。日本と同じというか、日本にイスタンブールに住んでる、ね、友人から話聞いた感じ、まあ、日本の方が安いよっていうぐらいね、物価高くなってるっていうのが現実ですね。ただまあローカルなところを探せばね、ケバブとかも、まあ、350円とか見つけることはできるんですけど、基本的にねなんかちょっとローカルのところだったりとかするんで、なかなかそう簡単には見つからないかなというふうに思いますね。今水をね売ってるんですけど、水とかはねストリートで冷たいのが、44円とか50円ぐらいでこうああいう人がねこう売り歩いたりしてます、はい。まあそんな感じですかね。ただトルコ自体はすごい面白いし、あのバスとかはね、長距離バスとかに関しては飛行機みたいなサービスというか、なんか手袋つけた人が、飲み物を提供してくれるみたいなね、すげえ居心地のいい感じになってます。で、椅子も1人になってて、まあ1人席と2人席みたいな感じで、値段もね場所によってまあ会社によるのかもしれないですけどね、なんかチャージがなかったりするところもあります。そんな感じで、こんな感じでね、とりあえずまあ今日こんな感じで最後なんですけどね、最近はもう特にやることもなく、まあ動画編集をね溜まってたんで、図書館に行ってやって、でちょっと日本語レッスンしてみたいな感じの生活をしております。それでは皆さん、どこかでお会いしましょう。しょうございまあ、チャンネル登録よろしくお願いします。